はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年5月25日土曜日に収録しております。昨日5月24日金曜日に放送されました、それスノーマンにやらせてください、それスノー2時間スペシャル、それスノーの、まあ、一番の人気企画と読んでもいいと思うんですけども、昨夜の放送ダンス完コピーレボリューション、昨夜確か第5弾だったと思うんですけど、また昨夜もむちゃむちゃ魅力的なゲストを迎えての、楽しい2時間スペシャルでした。まあ、むちゃむちゃ魅力的なゲストで読んでますけど、私はまあ個人的には、ストーンズのまあジェシー君がどっかで出てほしいなと思ってましたし、昨夜の放送でもまあ期待通り、まあ、むちゃむちゃ面白かったし、なんかスノーマンとのマッチングもいいかなと思ったので、ちょっとそのあたりを中心に振り返らせていただきたいなと思いますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、昨夜の2時間スペシャル楽しみにしてたんですけど、朝その朝刊、テレビ欄を見たら、なんと、関西は4チャンネル MBS がこのソレスノを、まあ、放送してるんですけど、なんとテレビ欄あるはずのソレスノの番組欄がなくて、なんとあの野球の中継になってて、本当に正直なところ一瞬事態がつかめず、どういうこと、急遽、変わっちゃったのかなと思ったりしたんですけども、すぐにそれその、まあ、X を見たら、近畿地方と、徳島って書いてあったかな？徳島は、野球放送のため、今夜、そのそれその放送はありませんので、TVer で見てください、と、まあ、告知してありました。まあ、正直なところ、結構ね、もちろん、まあ、TVer で見れるんですけど、結構なんか、ショックを受けたのは正直なところです。まさかそんなことになるとは思ってなかったので。で、またこの振り返りの放送が6月9日の、お昼12時54分って書いてあったと思いますので、6月9日日曜日のお昼に、まあ振り返り放送があるということなので、まあこれもいい方に撮らせていただいたら、毎週金曜日、それスノーをまあ楽しみにしている方だけではなくて、まあお昼に、日曜日のお昼に放送されるということで、普段それスノを見ておられない方も、まあ偶然チャンネルが合わせて、この見られて、まあダンス完コピーレボリューションどんな方でも見たらもう楽しいので、このそれスノ、またスノーマンの新しいファン層が増えたりする可能性もあるかなと、ちょっといい方に撮らせていただきたいなと思ってるんですけど、本当正直なところあるはずのテレビ欄にその番組名がなかった時はね、結構年がいもなく動揺してちょっと心臓に悪いなと思ったぐらいね、ちょっとショックを受けさせていただきました。で、まあ、今回そのまあ魅力的なゲスト陣、スタートエンターテインメントチーム、まあスタートチームと呼びましょうっていう風に、まあ、ふっかさんもおっしゃってたんですけども、河合くんとキスマイの千賀くんと、そしてトラビスジャパントラジャの、宮近くんと、そしてジェシーくんなんですけど、4人がこう最初現れた時に、最初一人目にやっぱりジェシー君を見た時に、あ、ついに出たと思って、もうどこかで出ていただいたら、まあむちゃむちゃ楽しいのは間違いないし、きっとそのスノーマンとのやりとりももう楽しいのは間違いないと思ってたので、どこかでこのソレスノにジェシー君に出てほしいなと思ってたので、まあむちゃむちゃなんかそれも嬉しかったんですけど、で放送をなんか見させていただきましたら、本当にもう期待通りジェシー君の良さが出たし、またジェシー君がまあスノーマンのメンバーともすごくなんか仲がいい感じも伝わってきて、なんか本当に良かったなと思いました。ストーンズに関しては時々このバイブスというアルバムを聞いたら、まあむちゃむちゃ良かって、でバイブスというアルバムもまあこっからっていう楽曲、そしてまたこっからという楽曲で、そしてまたジュリ君、田中ジュリ君のボーカルになんかすごい惹かれて、強い声されてるな。大体私いつもまあ声に惹かれて、まあスノーマンもメメ、ショッピーのなんかタペストリーの声にすごく強く惹かれたところからグループに入ったりするので、私はやっぱりなんか声に惹かれるところがきっかけになるかなと思うんですけど、で、まあサマソニーにまあ参戦されると決まって、もう即座にもうチケットをまあゲットしたナンバーアイも、Be on your side の3人の声の力
からになんかすごく惹かれてなんかファンになっていったんですけど、このまあストーンズもやっぱりこの声きっかけなんですが、でこのほっこりカフェチャンネル見てくださってるまあスノタンの方で、実はあのストーンズのことも堀内さん実は私ももうずっと好きなんですとおっしゃってる方おられて、で実は今回のドーム公演に行ってきたんですっていう方とも実際にあのお会いしてお話しした方も何人かおられるんですけど、なかなかこうスノタンでこう語っておられたりしたら、なんかストーンズのコンサートになんか行ったりするのもなかなか言いづらくてっていう方もおられたりするんですけど、もうなんかそんな時代でもないので、別にスノーマンのファンの皆さんがあのストーンズに行かれたり、またナンバーに行かれたり、まあ実は結構そういうことを皆さんあのしてはるんやけど、なんかこうスノタンの仲間には言いづらいみたいなことを言ってはる方がなんかお話したことがあるので、もうなんかそんなを取っ払っていいものはいい、もう好きなものは好き、なんかそのあたりなんか変なこうそんな気を使わんでも言えるようなカルチャーをなんか作っていきたいなと思っておりますので、まあこのあたりはまあほっこりカフェでもなんかそういうなんかもういらん気を使わんでええように、なんかいいものはいい、でまた自分が好きじゃなくても他人が好きなものは好きなものとしてそれは尊重したらいいことなんで、なんかそのあたりはなんかこうまあシニア層、大人ならそのあたりがなんかできると思いますので、なんかこうエンターテインメントの世界もそんな小さななんかこう、こだわりみたいなものを取っ払っていいものはいいっていう風になんかもう忖度なくなんかこう正直に言えるようなカルチャーをこのほっこりカフェチャンネルからも作っていきたいなと思っております。ストーンズのなんかドームコンサートも私もチケットがゲットできるならまあ行きたかったぐらいですし、また今週は29日30日そのスタートエンターテインメントウィアーの京セラドーム公演があります。運よくチケットをゲットしておられる方、思いっきり楽しんでいただいて、またぜひそれに関する動画もアップしますので、実際に京セラドームに参戦された皆さんの生の声も感想も聞かせていただきたいと思います。でもちろん30日はもう生配信で私も見ますの で毎週火曜日このほっこりカフェチャンネルでは、ライブ配信を午後9時からやってますので、28日になるのかな ?28 日の火曜日にライブ配信しますけども、30日、5月30日の We Are のライブ配信、生配信が終わった直後にも、このほっこりカフェチャンネルでは、まあ、長くなくても、まあ、短い時間でもライブ配信をさせていただきまして、私もこの見終えたとこ、皆さんも見終えたとこの、なんかこの感激、興奮を、きっと誰かにこの興奮を伝えたい、話したい、私もそうやと思うんですけど、そんな方がたくさんおられると思いますので、5月30日の木曜日の、まあ、京セラドームからの、We Are ライブ生配信が終わった直後から、このほっこりカフェで、木曜日もライブ配信をさせていただきたいと思いますので、生配信見られた方、その後ぜひこのほっこりカフェの方に移って、その今見た終わったばかりの、なんか感動を皆さんと一緒に語り合わせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは今回のまあソレスノの第5弾、カンコピダンスカンコピレボリューションを振り返らせていただきたいんですけど、いつも、だいたいこれ10回戦2時間スペシャルで、10曲あって10回戦あって、今までももう10回戦全部振り返らせていただいて、1曲目は誰々の何々にこう誰と誰が挑戦されてっていうところ全部私も振り返らせていただいてるんですけど、まあ、それをするとまた動画もかなり長くなりますので、この10曲の中でも特にまあ私がなんか心に残ったあたりをまあピックアップしてお話しさせていただきたいなと思っております。そしてまた今日は久しぶりにさっくんピンクのつなぎを着てお話しさせていただきたいと思ってるんですけども、それも昨夜の放送でさっくんがなんと馬娘、これが馬娘の、プリティダービーか、馬ぴょい伝説、もうさっくんがもう 100% 200% の思いを込めてもう踊られるのを私も楽しみにしてたら、なんともうなんかこう愛がなんか強すぎた
の、そんな気がするんですけど、まさかまさかの、失敗をしてしまわれて、なんか私ももう見てるこちらも心が痛くなるぐらい、きっとまさくんは、落ち込んでおられたんやろうなと思うんですけど、なんかそんなさくんを励ましたい気持ちで、今日はちょっと久しぶりにピンクのつなぎを着てるんですけども、まあ、さくん応援企画になるかどうかわからないんですが、実は昨日、8月10日11日に、佐久間大介さんも参加されます朗読劇、ユネスコ世界記憶遺産、舞鶴への生還約束の果てというタイトルの、朗読劇に佐久間大介さんも有名、声優さんと共に参加されて、京都府舞鶴市舞鶴、総合文化会館に来られます。今のところまだ私はチケットをゲットできてなくて、まあ、最後まで諦めずにトライさせていただきたいと思ってるんですけど、コメントをいただいた方には北海道から行くんですけど、なかなか地理的なものも分からずにまた教えてくださいというようなコメントも何人かいただいてましたので、昨日はさっくんが来られます、また舞鶴に足を運んで会場の舞鶴総合文化会館の前から、そしてまた JR の東舞鶴駅からその会場への行き方みたいなことも簡単に案内している、まあ、全国から来られます、まあ、佐久間大介さんファン、まあ、もちろん有名人気声優さんが他にも出られますので、もちろん他の声優さんのファンの方も来られると思いますし、今回のまあ朗読劇っていうものに惹かれて来られることもたくさんおられると思うんですけど、まあ、佐久間のファンがたくさん舞鶴に来られることは間違いないと思いますので、そんな皆さんへの簡単な案内動画を、この数日中にまたアップさせていただきたいと思いますので、佐久間大介さんファンの皆さん、そしてまた舞鶴に来られる予定の皆さんはぜひ見ていただけたらなと、思っております。で、今回、そのスタートエンターテイメントチームは、先ほど言いました、ジェシー君と、トラジャの宮近海斗さんと、そして千賀君と河合君ということで、で、今回なかなか、やっぱりまあ、ジェシー君がやっぱりすごく、いいコメントを出したりするので、宮近君の良さが、もしかしたら、この十分出なかったかなと思うんですけど、トラビスジャパンも私すごく応援してて、で、宮近君のダンスも素晴らしいし、なんか私も彼のなんか人間性のところもすごく好きなので、またできたら宮近君をいろんな形で出していただけたら嬉しいし、なんかトラジャがなんかこう、まあ、今、まあ、スタートエンターテインメントの中でも、まあ、人気グループがたくさんあるから、なんかこのまま行ったら埋もれてしまったらもったいないなっていう気持ちがあって、まあ、今源太君がこのバラエティ方向や、まあ、ドラマでも頑張ってるので、そこからなんかトラジャの方になんかファンの方が増えていってるところもあると思うんですけど、やっぱりリーダーの宮近くんのダンスパフォーマンスのところがもっとなんか多くの方に伝わったらいいなと思ってるので、ぜひまた宮近くんをブッキングしていただけたら嬉しいなと思っております。そしてダンスの女子選抜チームはももクロの2人、佐々木彩香さんと高木レニさん、そしてスケーターの本田マリンさんと、なんといっても春菜愛ちゃんが出てこられたので、もう即座に、あ、これはまた浩二君的にもなんかすごく美味しい瞬間があるやろなと瞬間に思ったら、浩二君がすかさず春菜愛さんに師匠って呼んでおられたのは、私も笑ってしまいました。なんで春菜愛さんが師匠やねんと思うんですけど、まあ、このあたりすごくね、なんかワクワクしながら見させていただいて、でもちろんあややの曲で、一緒にそのコジ君、春菜愛さん戦われるんですけど、なんかまあ春菜愛さんも周りにちょっと気を配りながら、いつもやったらもっと前に出てきて面白いことを言われるんですけど、あの場に
このそれすらに出られるのが初めてになるんですが、なかなかやっぱりちょっと周りに気遣っておられたような感じがしてて、なんかこういつもよりなんかこうコメントが少なかったと思うので、また、まあ、こんなにたくさんの方が出ておられる時っていうのはなかなかこう前に前に出づらいと思うんですけど、春菜愛さんとコウジ君の絡みのところはまだまだコウジ君の良さを引き出してくださると思いますし、なんと昨日の放送を見たらなんかちゃんと会うのは初めてですねってなんか昨日言うておられたので、あ、そうか、なんかもうしょっちゅうなんか関西時代でもなんか交流あるのかなと思ったら、ちゃんとお話しするのは初めてですねとおっしゃってたので、春菜愛さんとコウジ君の絡みのところは、ぜひまたね、ちょっとブッキングしていただけたらなと思っております。で、まあなんと言ってももう全編ジェシー君がやっぱりむちゃむちゃまあ魅力あるし面白いし、そしてダンスはもう結構もうまあ言ったら楽しませてくださる方向にもう針を振っておられたので、もうあれはあれでもうジェシー君らしさがもう完全に出てたと思うんですけど、結構俺苦手なんだよね一人で来るのっておっしゃってたので、全然そのあたりなんか気持ち的には構わずにどこへも一人で行けて平気なタイプかなと思ってたんですけども、案外そうじゃないようなところもねおっしゃってたのも面白かったですし、ももクロの曲、スマップの曲、まあ、ブラザービートはね、その、まあ、ショッピーラウル君が、まあ、成功するのも間違いないし、その、松浦彩さんの曲で、まあ、春菜さん、コージ君で、まあ、コージ君これ、高広ポイントもらってたと思います。で、マックスとの本人とのコラボもすごく素敵でしたし、キスマイの曲があって、で、キスマイの曲で、シーハーハーで、で、やっぱ、いつも思うんですけど、その、ふっかさんの、やっぱり、踊りを覚える、その的確さと、そしてまた改めて、まあ、司会の MC の衣装を着ておられるんですけど、スタイルの良さと踊りの綺麗さが素晴らしいなと思って、で、審査員の高平さんがここで、あなたは丁寧だとおっしゃってたので、やっぱりね、ここでちらっと、やっぱ一回はその10曲の中で、ふっかさんも踊ってくださるんですけど、今回改めて、そのふっかさんのやっぱ踊りの素晴らしさっていうのは感じましたし、7回戦でのさっくんの、ショックは、もう私も結構ショックを受けましたし、初めて心が折れた佐久間とおっしゃってたので、まあそれはもう本当に、君のこの馬娘愛みたいなものはもう私たちもすごく伝わってくるので、ちょっと私たちもねショックを受けたので、佐久間早く立ち直っていただきたいなと思いますし、そしてまあ8回戦の欅坂不協和音むちゃむちゃ難しい高広さん振付楽曲なんですけど、こちらでの、伊達様のダンスはね、まあ本当にやっぱり、ここまでその後ろの方におられて、まあ、コメントもあえてされずにこの出番一点集中されてたような形だと思うんですけど、この一曲のダンスでしっかりと本当に存在価値をしっかりと示されるところは素晴らしいと思いましたし、本当にダンスがね、なんと言ってもこの伊達様の8曲目のダンスが素晴らしかったです。最後にまあもう一度触れさせていただくんですけど、その高井野さんが MVP にその伊達様を選ばれるのは、私もここはもう今日は伊達様やなと思ってたら、やっぱり高井野さん伊達様を選ばれたので、やっぱりと、思いました。そしてまた9曲目の嵐モンスターで、なんと、ショッピーラウル君メメが挑戦されたんですけど、ラウル君がもうまさかまさかの失敗をされて、後半のところで、このまあ失敗をしてちょっとショックを受けたラウル君とサックンの二人が、まあ二人でそういう話をされてたので、あそこはもうラウル君もサックンも、まあサックンは馬娘の楽曲、そしてラウル君は嵐の楽曲ということもあったので、やっぱり結構やっぱりそのショックを受けておられるあの姿から、まあバラエティ番組の、まあスペシャル番組なんですけど、その彼らのなんか、まあ、そういうところを横に置いといてもこの番組にかける本気さみたいなものは改めて
感じさせていただきましたし、最後のお魚天国の伊達様、浩二君、阿部ちゃん、そしてひー君の、しっかりとこのまとめてこられるところも、素晴らしかったなと思いましたので、昨夜のダンス完コピーレボリューション、伊達様が MVP の第5弾もむちゃむちゃ面白かったです。表の MVP がもちろん伊達様だとしたら、まあ私の個人的に、まあ裏 MVP って呼んでいいかわからないんですけど、番組をすごく盛り上げてくださった方としたら、やっぱりその私の中での裏 MVP はやっぱりジェシー君になんかこう差し上げたいなと、思います。ですので、またぜひね、ジェシー君にはこのソレスノに出ていただいて、またこう楽しいスノーマンとの絡みのところもまた見せていただけたらと思っておりますので、楽しみにしております。それでは今週はなんと言っても、ウィアー京セラドーム公演29日30日、そして30日は私も生配信楽しみにさせていただいてますし、生配信放送配信終了後にこのほっこりカフェチャンネルでも、ライブ配信をさせていただきまして、終わったばかりのなんかこう感動を、また皆さんと一緒に語り合える、そんな時間を持たせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。生まれてきてよかった君と出会えたから、生まれてきてよかった君と出会えたから。